富士市民の皆様、市長の小永井義政です。うららかな春の日差しが心地よく、桜咲く季節となりました。市内には桜の名所がたくさんありますので、富士山と桜の共演をぜひ多くの方に楽しんでいただきたいと思います。さて、本市では先月から庁舎5階南側フロアの産業政策課、産業支援課、商業労政課、交流観光課の4課にてフリーアドレスを実施しています。フリーアドレスとは、固定席を持たずに業務内容に応じた場所で働くことができるワークスタイルのことです。組織の垣根を越えて座席が自由になったことにより、職員間の交流が促進され、新たな発想による創造性の高い業務が生み出される効果を期待しています。また様々な行政課題に的確かつ柔軟に対応するため、4月から市役所の組織を一部変更しました。新しい組織体制のもと、持続可能な本市の未来を開く取り組みを着実に実施してまいりますので、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。